皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回は花山さんから出ているカツノーパズル、カツノーシリーズのスライドメーズですね、こちらを紹介していこうと思います。これカツノーシリーズ、花山さんから出てる、まあ、いろんなパズルのシリーズなんですけど、これを投稿してるちょっと前かな、7月の18日ぐらいに、前第1弾でめちゃめちゃねいっぱい出たんですけど、その第2弾のラインナップで発売されましたね。結構また数があるので随時紹介していこうと思いますが、今回このスライドメイズ、スライド迷路パズルとなっています。まあ、見た感じものすごくもう完全に迷路な感じですね。後ろスライドメイズ、まあ、縦横のバーをスライドさせ球をゴールへ導こうと、ここがスタートの位置でこっちがゴールの位置で、小さい鉄球が入っているので、それをここから入れてうまく動かしてこちらから取り出そうと、バーを縦横にスライドさせ後ろに隠れている球を取り出す迷路パズル、バーを動かして内側の細い小道から球を移動させます。各マスのピンがバーの行く手を阻むので、溝の形とバーの動きをよく見てゴールへ進めましょうとなってますね。でこちらに書いてありますけど、こちらも、まあ、何回かねこのチャンネルで紹介したことありますが、ジャンクロード・コンスタンティン、ドイツのパズルデザイナージャンクロード・コンスタンティンさんの、コンスタンティンというブランドのパズルを、まあ、花山さんが代理店で販売しているということですね。これも楽しみだったんですよ。あの花山さんでね、本当に他のコンスタンティンのパズルも出してくれないかなと思ってたんですけど、でカツノーの前のシリーズが、コンスタンティンさんのブランドだと確かギアメーズとボトルメーズの2種類出てたのかな。で今回ですね、新しいラインナップでコンスタンティンさんのパズル多分 4,5 種類ぐらい入ってて、もうめちゃめちゃいいですね。本当にね、これもコンスタンティンさんのあの元のねサイトで見たことあるんですけど、やっぱ日本で手に入れられなかったので、花山さんでね出してくれて本当に嬉しい限りでございます。ということで今回はこのスライドメーズを紹介していこうと思います。はい、パッケージから取り出してみました。こちらがスライドメーズですね。もうまさにねものすごく複雑そうな感じ。そしてもうコンスタンティンさんのパズル特有のこのね木のフレームというか、そしてアクリルが入ってて本当にね大きいですしね、手で触ってるだけでもものすごく触り心地がありますね。で後ろがこれが元の名前ですね、パズルのヒドゥンコリドーと、コリドーがあの廊下とかそういう意味なので、隠れてる廊下小道とかそういう意味かな。でこれが本家のブランドのコンスタンティンですね。もうねこれ本当に日本で手に入れられるのがいいな。あの海外で直輸入しなきゃいけないとやっぱり送料結構かかりますしね、これ確か定価で2400円とかそのくらいなので、日本でねこの値段でこのコンスタンティンのパズル買えるのはやっぱりすごい嬉しいですね。そして、まあ、ちょっと動かしていく前に、あの今回注意書きが書いてあったのでこんな感じの使用上の注意ね、バーを無理に押したり引いたり動かさないでください。破損する恐れがあります。ピンがバーの溝に対し図のようにスライドできる位置にない場合破損する恐れがありますと。そうそう、木のね細い部分があるので、このねこれちょっと今まだどこが動くか、あここかな、こう動くわけですよ。で例えばこここれを例えば動かそうとして、まだかな、こういう風にするかな、あこうかな、こうやって無理やりやると、まあここが細い木の板なので、このピンを思いっきり動かしたりするとこの細いところが破損する恐れがあるので、まあ無理に力を加えないでくださいという風な注意書きがあります。まあねもうねとりあえず動かしていってでみましょうか。でスタートがこっちで、ここにねゴールが入ってますけど、スタートここから入れてここまでゴールなんですけど、もうすでに入ってここにいる状態ですね。
なので、まあ、どういうふうに動いていくのかも確かめながら遊んでいってみましょう。ですね、まずピンのこのね位置とこのフレームが動くのかということですね。例えばこのピンの位置だとこういうふうに動きます。で、ボールが今ここにあって、まあ、上と下2層になってるので、このボールがどうやって動くかですね。これがで、ここまでいったらこの S みたいな形もね全部同じじゃなくて、例えばこれとこれが反対だったり縦向いてたりとかするので、それとこのピンの向きをうまく考えてこのバーを動かしていくと面白い。例えばだからどこが、とりあえず今の段階で動くところはここしかないのかな。これが動くと次どこかの位置のバーが動くんじゃないかな。あ、ここが動く。これを押せますね。よっと。そうしたら他のとこも動くのかな。なんかからくり箱みたいですね。一部分動いと次の一部分も動かせると。でただこの後ろの球を移動させないといけないので、それをどうしていくかだな。次はどこが動くんだ。あ、これが戻るのか。あ、戻った。あ、今ちょっとこっちに来ましたね。なのでこういうふうに移動したりするのかな。そうすると次はどこだ、どこが動く。これを一回戻すよ。あ、戻んないんだ。ここが、あ、下に下がりましたね。ここまで下がったら、あ、ここが動く。ここも動くな。ここも動くけど、あ、この下の溝がちょっとここで途切れてますね。なのでこのボールはこれ以上はこの後ろのところで行かないんだ。ここの下も動く。これも動く。そしてこれはでも下に、あ、でもあとここの穴があるので、ここの穴まで持っていけばこっち側に移動させられるんですね。だからその上まで持っていくことはできるのかな。これが後ろに通る、通らない。あー、これねすごい複雑に動きますね。めちゃめちゃ楽しい。これをこれとか動かないかな。あ、これがここに行けばいい、もしかしてここまで動かないか。よっ、お、動いた。そしたらこれがここまで動くので、このどちらかを下げたり上げたりできないかな。ここにすれば、あ、下がりますね。おお、そうしたらこれはでもこのボールの下をくぐらすことはできそうなので、この隙間がここまで降りればこのボールがここに入るかもしれないですね。次にどう動かせばいいのかな。これがこうか、ここを戻すよ。あ、動かない。これなかなかね難しい、難しいというかすごいですね。いつも思いますけど、よくこんなの考えつくなと。これを下げるためにはこれがここまで動いて、ここか、ここがここまで動かないといけないんですね。じゃないとこのバーを下げることはできないと。ほう、これはでもずっと遊んでられますね。すごいな。よっ、あ、これ戻ってるのかな、もしかして。
ても、で、このバーをここまで下げたら、あ、下がる下がる。お、ここまで下がったら、このボールが、あ、ここに上がりますね。ここに上がるので、もしかしたら、ちょっと見えづらいですけど、こうやると、あ、どこ行っちゃった。こうやって、こう上げたら、あ、出た出た。これで、こういう感じ。あ、入った。あ、上がりますね。ということは、これを、あ、でもそっか。ここに入るから、ということはですよ。もしかしたら今、ここから入ったんだから、この辺を経由してここまで入ったので、逆にこっちに入れなきゃいけないんですかね。もしかしたら。そうか。よっと。だから、これを、うまく、このバーを下げなきゃいけないのかな？ということか。おー、すごい。ちょっとね、しばらくね、これ、結構かかりそうなので、しばらく遊んでみますね。すごいな。はい、今、スライドメイズ、だいたい20分か30分ぐらい格闘して、やっと、もう、ちょっとで多分ねボール取れるところまで来ました。やっぱりこの一番右端のね、このゴールに近いここのくぼみをここまで下げないといけないんですね。あの、一応ねパッケージにも書いてありましたけど、こういう感じですね。バーの丸印とバーの穴を合わせた位置で球を取り出すことができます。なので一番左のこの白いパーツのこのくぼみをここのゴールの位置の穴まで合わせると。そして今ピンがここに、こことこことここですね。もう本当にこのピンの位置に持ってくるまで相当いろいろな行き来があってここまで来ました。本当にねめちゃめちゃ大変で、今、このバーをもう一回下に一回下げないといけないので、今これだと引っかかるのはここが引っかかってますね。これは上にこう隙間があるので、でこの横のバーはこういう風に動きますから、この白いパーツを下げることができますよ。あの、本当にただ結構ねこのピンと隙間が結構ギリギリのクリアランスなので、あの最初の注意書きに書いてあったように無理にやると折れたりするので気をつけながら押すと。そうするとここのくぼみのところと穴が合います。そしてこの横ですね、一段後ろの横のパーツをスライドさせるとボールがここに来ると。これで外れるはず。見えてるよっ。なんかねちょっとね引っかかるんですけどね、外れるはずですよ。お、取れないよ。これをねよっと、この辺からかよっ。なぜ取れない。あ、どこ行っちゃった。ここか。あ、取れた。おという感じですね。ちょっと最後ね、あの引っかかるわけじゃないです、多分ギリギリなので抜けづらいのかな。ただこの位置までボールを持ってくることができればこの穴から取り出せます。おー、すごい。でね、最初多分途中段階だったので、これをスタート位置まで戻すのは大変かな。もう一回遊ぶとしたら入れてスタート位置まで戻すか、もしくはこの最初の段階ですね、要はこのバーが全部この枠の中に収まるような場所まで持っていっ
てこのスタート位置からボールを入れれば再スタートという感じですね。またそれやるの相当時間かかりそうなので後でまあものすごくいっぱい遊んでみます。で今スライドメイズ一通りですね動かしていくと、まあ本当にですね、まあこのパーツをここまで下げるのにですね、もう相当いろいろ見なきゃいけなくて、つまりこのピンの位置ですね、このピンの位置をここまで来るためにはこっち側からいろいろ動かしていって、ここちょっとずつねこのピンの位置にしてこれを下げていくと、今1段下がってますけど本当はもう1段上がってたので、まあ、2段階ぐらい下げるんですね最初からすると。でそれもですね本当にこの溝の位置とかパーツの位置をよく見て動かしながらここをね下げないといけないと。イメージで言うとなんだろうな、9連冠とかああいう感じに近いですかね。この最初の輪っかを外すのにはこっちをいろいろやってからここまでたどり着くというか。ただですね、あの本当にこれね触っててめちゃめちゃ面白いですね。あの動くところがね本当によく見たらだんだんやってくると、あここ動くとこっちが動いてこういうっていうねルートがなんとなく分かってはきますけど、それ分からなくてもね本当に動くのがね相当面白いです。本当にね、まあ、コリドーって廊下ですけどもう完全に迷路ですね。で今あの自分がどこにいるか本当によく分かんなかったりもしますけど、それを差し引いてもこの動かし方とかねこのデザインが非常にね触ってて面白いですね。さすがコンスタンティン、すごい。でこれあのただ前のコンスタンティンのバズルもちょっとそうなんですけど、このビスがねこうね止まってるんですけど、これがちょっとカタカタ動いたり、もしかしたら遊んでるとこのネジが緩んだりする可能性もあるので、多分ね今ちょっとね最初よりも緩んでるところがあって、まあそれの場合はこのピンはあのこう動かしてはめてもらえば多分治ります。で逆に言うとちょっとずるってわけじゃないですけど、これ全部外れてる状態で今ねずれてる状態でこのピン全部外して初期状態に戻すことも多分できるんですよ。綺麗に外してあのパーツをね分ければ。ただそれの場合はまあ自己責任と、あと何回かこのネジを回すとネジ自体が緩くなるので、まあもしねあの本当にね自力で戻すのちょっとギブアップっていう場合はその方法も試してもらえばと思います。ただ本当にですねこれあの触って遊んで見てもらうとやっぱねこれね触ったらめちゃめちゃ面白いですね。難しいですけど元に戻すのもね相当手間かかるとは思いますが、本当にね動くところがめちゃめちゃ面白いです。であとただ本当にピンがね無理やりやると折れたりするピンじゃない、こっちのね細い板の方か、これがね破損する可能性もあるので、そこだけ気をつけて、まあイライラするかもしれないけど大事に遊んでもらえばなと、本当にねあのおすすめです。ということで今回ですね花山さんの活能シリーズのスライドメイズのご紹介でした。これねいや本当にね何度も言いますけどこれめちゃめちゃおすすめです。遊びがいあるし、まあ本当に難しいですけどよくこれを考えついたなっていうところが感心しながら動かしていく感じですね。もうぜひ手に取って遊んでみるとより面白さがわかるという、これ素晴らしいです。でまあ勝野さんのね他にコンスタンティンのバズルも何種類かあるので、そちらも随時紹介していこうと思います。でこの後もしばらくまたこれまたねあの元に戻さないといけないので、それもねさっきちょっと動かしててなんとなく分かりましたけど、あの動きを楽しみながら遊んでみたいなと思います。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。